Thank you.
本日はピアットライブにお越しくださいましてありがとうございます。会場前にお願いとお知らせがあります。ステージの照明効果のためにも装着型ライト類をお外しいただきますようお願いいたします。本日はシム軽減のためにも音の出るジェスチャーはご遠慮ください。できるだけレンダリングコストの低いファッションでお願いいたします。皆様のご理解とご協力に感謝いたします。またフリーのグッズや価値カードもありますのでぜひお持ち帰りください。Today, thank you for coming to Piatribe. There are three requests and announcements before the opening. The first, please take off your flashlights for the lighting effect of the stage. The second, please don't use sound gestures to reduce the shim load.Low rendering cost fashion. Thank you for your support and cooperation. And one announcement. Please feel free to take free Piat goods and our lyric cards. Thank you.
こまでも青くて眩しい磯の影演じるばっかりじゃつまずいてる本当のらしさ出なくて歩き出自分が自分であるために自分を見失わないように何ができる何を選ぶ自問自答を繰り返すどこもかしこもストレスだらけでたまに爆走になるけど目をそらさない逃げたりしない超える力はここにある
ピアローズ8周年おめでとうございます。皆様こんばんは。ピアットのサマーライブへようこそ。ピアットボーカリスト織江です。ただいまなでしこゴアライブ夏色の雨と3曲続けて聴いていただきました。今日のテーマは夏祭り。皆さん最後まで楽しんでいってください。ハッピー 80th anniversary Bearers and hello everybody, thank you for coming to Piatto Live. Today's live concept is Summer Festival. Hope you enjoy our show. はい、皆さんこんばんは。今日はピアローズ8周年ということでおめでとうございます。パチ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 ピアットのダンサーのタミー・レイトンです。今夜は楽しんでいってくださいね。はい、というわけで、はい、8周年ですね。お祝いできたので。8年、8年、すごいね。はい、でその8周年を記念しましてね、今回、はい、新曲を用意させていただきましたよ。はい、はい、皆さんも一緒にビアローズの8周年をお祝いしてください。そうですね、2年越しの曲です。曲自体はね2年前にできてて、で私があまりにも恥ずかしくてみんなに聞かせてなくて、ようやく今日ここに歌うことができます。はい、ビアローズあってよかったピアット続けててよかったというわけで、さあ、はい、こうそうピアットがなかったらこの曲歌う場所ないもんねっていうことで皆さん新曲はこの曲になります。ようやく歌えるピアット音頭聴いてください。Oh,
というわけで聞いていただきましたピアット音量いかがでしたでしょうか。何しゃべりくりなんていきなり舌が回ってないんですけど。いえいえ、ようやく、はい、あの初お目見えでシルビアーナさんがね、うん、あのアイドルらしい曲でいいです、いいと思いますよって書いてあるの見て、ほっとしたの、はい、ちょっとほっとした。いや、本当はね、ちょっとこう、うんうん、ここまであの敗退な曲になる予定ではなかったんですけれどね。ね、なんか今回いろんなイメージとライブのイメージとコンセプトとぴったりハマったんだよね。うん、そうそう、うん。ラジオの方でね、そうマンゴーの話が出た時に、今年のピアットのこのね、ライブは、うん、よし、じゃあ沖縄で行きましょうって話になって。はい、で今後とも夏になると、ね、はい、この曲を聴くようになるかなって思っております。でいろいろこの曲にはあの仕掛けがございまして、はい、うん、なんでピアット音頭が、タイトルこれになったか、皆さんに今タイトル貼りますね。そうそうそう、うん、あのピアット温度。そうそうそう、アルファベットじゃないよね。そう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 、うん、ひらがなでピアで星が入ってと温度っていう、うん、これはですね、あの、まあ、ピアットにかけてるはかけてるんですけど、あのピアっていう英語がありまして、同僚仲間、あとピアトゥピアっていう、あの同時にネットワークをつないでいる人同士が同じものを見ているっていう、つながっているっていう英語のピアとピアとかけたかったんで、要はつながってる皆さんと一緒に温度という意味でピアット温度っていうこのタイトルになっています。あの歌詞カードがですね、ステージ向かって右側の Today's リリックカードの中にありますので、もしよかったら皆さん、はい、はい、お持ち帰りください。お持ち帰りください。はい、はい、あとはそうだね、これはヤローズの8周年ということで、実はこの曲チームピアット全員じゃないんですけど、参加して作りました。はい、そしてタミちゃんが初めて歌ったね。うん。うんってなんでそんなテンション低いの。上げ上げていこう、上げ上げて、ちょっと、うん、大丈夫です。楽しい曲なので、うん、そう、ツインボーカルになっておりますので、あの聞き逃した方はまた後でユーストリームの方で聞き直してくださいませ。はい、今日は、あのユーストリームの放送の方も梅子ブチャベックさんに参加してもらっています。はい、ありがとうございます。さてさて、じゃあ次行きますかね。行きますかね。行きますかね。夏祭りということで、そうですね、というわけで次はですね、次からはピアットのポピュラーソングを、ミュージックスタージェットフルーツポーチェーサーシャイニングハートと4曲続けてお送りしたいと思いますので、みんな盛り上がっていってください。はい、レカツソング We will send four popular songs of ピアット Thank you! Let's goThank you.
さよなら昨日まで夢に溺れてた赤い果実頬張る手でチェンジオブレイド標的は空へどこまでも暗い日々に Say goodbye 明日へ青空に溶けてくこぼれ落ちてく雫に幻を重ねて体へ霞んでく記憶をそっと微笑みで灯してどこまでも伸びる影にさよならを告げてく抑えきれない鼓動にただ突き動かされてゆく本当の力試してみたくって思うままの未来をたどる七色に輝く道は熱い心のプリズムでしか映し出せないからその優しさに甘えたまま花も咲かさずかれるより燃え上がる魂の船で漕ぎ出そう好みが焦がされたとしても
朝霧絡まる風、ブラックボーを運んで舞い踊る花びらへと浮き上がる影の中に広がる時の海、もっと深くへと潜って、その夢と約束する、越えたらを紡ぐと叶わないとひざまずき、ただ涙を流すよりも傷ついて前に進んでゆきたい。願うままの世界を作る虹色に光るキャンパスは、自由な心の絵の具でしか描き出せないから、今を変えることに怯えて凍りついて錆びてくより、灼熱の思いの翼で羽ばたこう。その身が燃え尽きたとしても、そのままの扉を開く黄色にきらめく鍵は、つい心の旋律でしか削り出せないから、間違うことをただ恐れて何もせず立ち止まるより、夢を目指す地図とコンパスで出かけよう。この身が砕かれたとしても、どこまでも歩き続けたい。
というわけで聞いていただきましたミュージックスタージェットフルーツポーチェイサーシャイニングハート。あーってね、中盤まで来ました。はい、皆さん盛り上がっていただきましてありがとうございます。あのすごい、うん、たくさんの声援とあの拍手ありがとうございます、はい、なんか一番嬉しいです、放送を見てる方にはちょっと分かりづらいと思うんですけれども、会場では皆さんチャットであの声援を送っていただいてまして、たくさんの拍手とたくさんのはい、あのオリエタミってなぜかリスちゃんだけリースドンっていうそうそうそう、ありがとうございます。本当あの楽しくライブもあの続けてこれたわけではい、そう、それもやっぱりね、一番最初のオープニングで歴代のピアットのベアローズでさせていただいたライブのポスターを、オープニングのパネルね、めくらさせていただいたんですよ、うん、でこの8周年の記念ライブで、実はピアットはベアローズで第20回目のライブなんです。今回実を言いますと、もうデビューから通算ベアローズでのライブを20回目、今日ですね、今日のライブが20回目ということ でピアットの通算ライブで数えると今回が43回目のライブなんですよ。やってきましたね、結構こうやってすごいね、自分たちで思ってもすごいなと思う。ありがとうございます、スイレイさんがおめでとうと、うん、今日ベアローズのねライブだけで20回、 いやそうありがたいですよね、毎年毎年こうねライブの機会をいただけて、そうです、本当にジュンさんに、あとベアローズのね、はい、スタッフの皆さん本当にありがとうございます。毎回毎回あのサポートしていただきまして本当に感謝感謝でございます。元さんがピアットデビュー20周年と聞いてていやそれ確かに確かに、それねそれね、リハーサルの時私 MC の練習でピアット20周年って言っちゃうんです。そうそうそう、ちょうど今ここのねあの トークの MC タイムのやつの、すいません、20回目のライブってところを、ね、20周年って言っちゃったんだよね、どちらかっております。そう、もうね20周年までやるつもりですよ、タミちゃんはピアットが、いやいやいやね、もう続けられる限り続けていきたい、皆さんと一緒にあのね楽しんでいける時間なので、大切にしていきたいと思います。ジオさんがベテランアイドルすぎるってベテランすごいよね、20周年やってたらね、重鎮とかやめて、テンポイントさん重鎮とかやめてみんなのチャットが面白すぎてトークができないじゃないですか、うん、もう本当放送見てる人分かんないですよ。でも今あの重鎮とかベテランとか言ってる皆さん、あの皆さんと私たちは一緒にずっとやってきたので、そうですよ、2007年組ですよね、ねえやだわみんな、私より年上のくせにレズデーがーって言ってみる、あたみちゃんより私のが先だったっけ、レズデー、あちょっと先、うん、私はね、うん、4月のね半ばにね入ってきたはず、うん、私が3月25日のはずってそうそうです、はい、ではではでは、はい、ありがとうございます、はい、本当にスタッフの皆さん、じゅんさん、本当にいつもいつもありがとうございます。そう、ハッピー 80th anniversary ベアローズ、 Thank you very much, did you enjoy our show? It's my pleasure to sing my song to youThank you. みんな本当にありがとうございます。ではそれでは次の曲に行きましょうか。はいはい、前半ね、うん、飛ばしてきたのでここはしっとり、そうですね、今からはゆっくりとした夏らしい曲、あと静かな曲、そしてねピアッと
そう、まず1曲目が私がね初めてみんなの前で生で歌った曲なんですよ。おアカペラで。そう、この中でそのライブを聴いた人もいるんじゃないかなって。クローズドでやったあのサプライズライブだったので、ピアットのタミちゃんがまだメンバーに入る前だから多分タミちゃんも知らない。だから私ねこの曲をピアットの曲にしようと思ったんですよ、うん、あのピアットの曲っていうのかね、あのカバーになるんですけれど、うん、なので1曲目は愛覚えていますかを聴いていただきまして、その後パニパニレイヨーエルパライソとせっかくの夏祭りですので、うん、夏らしい曲をお送りしたいと思います。I love you so.
大切な幸せをすげ替えたエルパライト。
ありがとうございました。聞いていただきました。愛覚えていますか。パニパニでよエルパライソ、いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけましたでしょうか。はい、あ、そうそうそう、ですね、ちょっと皆さんにお願いが一つありましてですね、後から来られた方もいらっしゃいまして、あとまた皆さんと同じねタイミングで音楽を聴いていただきたいと思うので、一度ストリーミングのボタンをオンオフしていただけますでしょうか。お願いいたします。私たちもします。せーの、はい、しました。はい、これで多分大丈夫な感じかな。はい、シルビアーナさん、ありがとうございました。ありがとうございました、ね、皆さんね、今日忙しい中、はい、本当にいろんなイベントがある中、今日お越しくださいましてありがとうございます、はい、ね、これからも皆さんと楽しくいきたいと思います。はい、ではここでメンバー紹介をいたしましょうか。はい、まず喋っています、私ピアットのボーカリストの織江松葉です。今日はありがとうございます。はい、それでは、今日のメンバー紹介、タミーが続けてまいります。皆さんから向かって右側、青いお皿の上におります、ダンサーのリスちゃんです。今手を挙げております。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、チームピアットの最強キャラクターウサットのお二人です。青いお皿に乗っているのがマオさんです。あ、なんか沈んだ、沈んだ、ちょっとびっくりしたなんか潰した続きまして、はい、私の横におります、ウサットの、アキちゃんです。にゅーん。で最後になりますが、ダンサーのタミー・レイトンです。私でございます、黄色いお皿の、はい、皆さんいつも声援ありがとうございます。チームピアットはそれ以外に、照明インフォメーションを担当しておりますリナちゃん、マネージャーのアスカさん、スクリー担当のヒカルちゃん、はい、このメンバーで、いつもライブを作っております。はい、皆さん、あ、すごい声援ありがとうございますありがとうございます、恐縮でございますありがとうございます。タミちゃん、本日いつもより多めに喋っておりますあの、一生懸命練習してきました。はい、いや、はい、本当に皆さんありがとうございます、はい、それでは今日は、最後のこの曲 SL に一番ふさわしい皆さんと一緒に、歩いていくこの曲をお届けしたいと思います。はい、そうです。皆さん申し訳ありません、次の曲が最後の曲になります。はい、名残惜しいですけれども、
今ためちゃんが紹介したこの曲でいきたいと思います。 Thank you all. Let's go together. We want to have a good time with you ever and forever. Next song at last. 無限のかけら。
とうございました。聞いていただきましたラストソング、無限のかけら。いやこの曲聴くとなんかすごく懐かしいよね、タミちゃんね。皆さん本当ありがとうございます。ありがとうございます。ピアットのサマーライブいかがでしたかって言おうと思ったら、ちょっと待って、みんなちょっとみんな落ち着いて、早すぎる。会場がアンコールの嵐、すいません、ありがとうございます。嬉しいね。ありがとう。ありがとうございます。ね、あのみんなとおしゃべりして終わろうかなと思ったら、みんな早い、みんな待て、みんな待てみたいな感じで。いやいや、でも本当に今日はね、はい、本当にあの音も切れず、本当ね、音のトラブルがないのかな。そう、ちょっとね最初重かったんですけど、はい、うん、皆さんに楽しんでいただけたなら本当幸いでございます。いやでもセカンドライブだから何が起こるかわからないから、もう今日すごい久しぶりに手が震えててね、言ってたね。そう、珍しく手が震えるとか言って、そう、むしゃぶるいかな実は。ね、でも緊張してあの頭が真っ白になるってことはないんだけど、これだけ手が震えるのは久しぶりだなとか思って、もう第2幕のスイレさん、本当にもうね、もうでもあっという間にもう1時間20分終わってしまったわけなんですけれども、はいはい、本当にあっという間だったね。でも私たちも終わろうとしてるね。いやいや本当にね、こんなに今日もたくさんの皆さんが来ていただけて本当にありがとうございます、はい、ね、一緒にペアローズの8周年をお祝いできて、本当にこれ以上の嬉しいことはないですよね。ないね、これはもう本当に一番最高の時間だと思います。というか、あの結構遠くのチャットレンジ外にいらっしゃる方もいるんですが、もうそっと近くに来ていただけると、あのチャットなどが届いていいかなと思うんですが、はい、でも本当にちょっとね怖くてね、今日はねカメラが回せないんですよ私。そうなんです。あのサーバーサイドアピアランスになってから初めてのライブなので、そうです、そう、本当にね心配してたんですよ。ビューワーを新しいバージョンにしないと、あの SIM の負荷とかだけじゃなく皆さんも落ちまくっちゃうじゃないですか。そしてね、私たちが灰色でね歌って踊っちゃうんですよね。そうそうそう、煙になったりね。あのアッコさん、アッコさん3年ぶりぐらいにアッコさんを見ましたね。そう、どうしようと思ってピアと幕開いて全員3人ともアッコさんだったらどうしようとか思って、ね、そんなねトラブルもなく良かったと思います。読み込みが安定してきたら HAD の方もある程度動くようになったので、本当に、はい、のいいパフォーマンスができて嬉しいです。こじゃさんチャット来てます。あ、まささんありがとうございます。な、第2部行こうって。急かされてます。はい、わかりました。じゃあ皆様のアンコールにお答えさせていただきます。はい。いやでは夏らしい曲を一曲。そうですね。はい、行きましょうかね。しっとりと行きますかね。この時期は私ね大好きなんですよ、夜空を見上げるのが。ちょっとね、都会の街中だと天の川見えないんですけれども、夏の大三角形、うん、今すごく綺麗に見えます。ちょっとね、山の方に行けば見えるね、この自然のプラネタリウム、この歌で感じていただけたら嬉しいです。では聴いてください、プラネタリウム。
聞いていただきました。プラネタリウムいかがでしたでしょうか。はい、本当に皆さん、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました、ね、長い時間もう1時間半なろうとしております、はい、でこのしっとり終わっちゃうとちょっとね寂しい感じがしますので、そうですね、で夏末リーダーシック、最後は一番盛り上がる曲を、はい、今回のテーマ曲であるピアット音頭で締めさせていただきたいと思います。皆さん最後、はい、あの盛り上がってください。もしね声とか出せるようでしたら今お礼ちゃんが貼ってますので、はい、ぜひ、はい、合唱してくださいませ。これサビの部分で皆さんって合唱していただけると嬉しいですね、はい、うん、もしかしたらピアットでこうやって合唱できるソングって初めてなんじゃないかしら。あ、うん、あれだよねなんか何タミちゃんそこでハハっていうのは何ハハってミッキーのようにハハっていっぱいいっぱいなってきちゃってすいませんいやもう本当にだってそうだね、今回ね、ベアローズ20周年だから、いつもとちょっと違うことをやろうと。20周年じゃない。ベアローズ8周年。ピアットが20回目のライブです。はい。ハッピーアニバーサリー。ハッピーアニバーサリー。80th anniversary, ベアローズ。Thank you all. Today was a pretty good for us. Did you enjoy our show?本当に20周年行ったってちょっと間違いやすいですよね、20ってね、うん、もう生放送だから取り返しがつかないですもう一番最後の最後にちょっと気が緩んでました、私いけないですね、ちょっと気を引き締めてね、最後は本当に最後は本当に心からベアローズの皆様にお礼を申し上げたいと思います。ピアットがここまでですね皆さんに愛されて楽しくライブをできてきたのは、一体にベアローズの皆さんにご愛顧いただいた、おかげと思っております。皆さんもですねこれからもベアローズとピアットをよろしくお願いいたします、はい、そして本日中継を見ていただいている皆様本当にありがとうございます。ピアットのライブはいかがでしたでしょうか。ぜひ機会がありましたらステージまでセカンドライフの中まで見に来ていただけると嬉しいです。そうですね、はい、ぜひお待ちしております。じゃあ最後の曲いきましょうかね。 Let's have a good time again. Thank you. Next song is True Last Song. ピアット音頭、さあみんな行ってみよう。さあ皆さんご一緒に。Yeah.
Thank you very much. Did you enjoy our show? It is my pleasure to sing my song to you. Today it was pretty good for us. Piatto means dish in Italian. All food needs a dish, and the dish makes food more delicious. We want to make people to enjoy Second Life more with us on stage. Were we able to become your dish? Please, hopefully, you do remember Piatto. We are grateful to everyone. Thank you.